皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、えー、生成 AI を使って遊ぼうのコーナーです。ある実在する男性との出来事を、えー、実際の出来事を詩にしてもらいました。チャット GPT に。 はい、早速読み上げたいと思います彼同じクラスの一員としてダウン症という違いが心に優しい光を灯すかわいそうなのかそうではなく 彼のまぶしい笑顔に包まれたら気づけば優しさがあふれ出す何事も気の持ちようだと彼の生きる哲学が教えてくれた悩みや困難を抱えつつも生きることへの 喜びを知る大人になり知るダウン症の一面寿命が短いと聞いた時心に静かな切なさが漂う彼は今どうしているだろう その明るい笑顔は変わらずに心温まる思い出とともにふと思いを馳せる私は彼から学んだ歳を超えてつながる大切さを世界は多様な色で 彩られていることを、願わくば彼が幸せであるように、微笑みながら生きる姿を、いつまでも胸に刻んで、私も生きる力とする。 以上ですなんかすっごいいい詩になってますねやばいっすねやばいっすねはい僕そんなこと考えてたのって感じでちょっとすごいなって思っちゃいましたはい自分をすごく持ち上げてくれる詩だなと思ってはい面白かったですねちょっとはい感動しちゃいましたね、はい 僕も頑張んなきゃこのこの詩に書いてある僕のように僕もならなきゃと思いまして、ね。はい。いやこの遊び面白いですね、本当に。はい。ためにもなりますね。はい。使い方次第ですね。はい。はい。これからも遊んでいきたいと思います。はい。一緒に遊びましょう。はい。<laughs> 一緒に遊びましょうじゃないか。はい。また聞いてください。はい。ということで、今回の 配信は以上となります。また別の配信でお会いしましょう。さようなら。